チンコハマりすぎて全財産3000円になった。どうも根岸です。19歳大学生の春休み。普通だったらスキーとか行ったり、旅行とか行ったり、美味しいもん食べたりするんですけど、全財産3000円。どこにも行けません。でも一つだけ行けるところがあるんですよ。パチンコ屋です。3000円あればパチンコで大逆転できます。ということで、全財産使ってパチンコで買ってみせます。ということで行ってきます。根岸です。500円が2500円になりました。いや気持ちいい。僕と落合さんの右打ちは群を抜いてんな。明日も増やしたいと思います。頑張ります。